のクレヨンしんちゃんは冷え冷えかき氷に秘めた熱い恋心のお話と、僕がアニメになってしんちゃんとひまりちゃんを応援するぞ。修造先生、ほら風船になります。出し切り、思いっきり出し切って出し切って。それじゃあ、そうクレヨンしんちゃん始まるぞ。かき氷削る。この道一筋50年のかき氷職人だ。今日はやけに荷台が重い。年か。俺も焼きが回る。ここ冷たくて気持ちいい。降りろってしんのすけ。こら、大切な天然氷に何をする。天然氷？天然氷、製氷機なんか使わないで自然にできた氷のこと。おお。俺は年に一度奥春日部の山奥のそのまた奥の洞窟から天然氷を切り出して運んでいるのだ。究極のかき氷のために。究極のかき氷？そう、天然氷で作ったかき氷は普通のものとは比べ物にならぬほどきめ細かくまろやかなのだ。その氷を3時までに持っていかねばならん。邪魔するでない。冷たくて美味しそう。聞いてないし。手伝ってくれたらご馳走してやってもいいが。いいか、行くぞ。はい。おお、このリアカーぷよぷよ柔らかい。やめろよ。工事中？昨日までは通れたのに。あ、他の道はないんですか？あるにはあるが、かなりきつい坂を登らねばならん。車で運べば？ダメだ。車の振動は氷に細かいひびを入れ、せっかくの天然氷が台無しになってしまう。それに何より、そもそも俺は免許がない。あ、そう。よし、戻るぞ。はい。かき氷ちゃん、ほらのお口で溶けて。この坂じゃ。行くぞ。はい。座れ。よいしょよいしょよいしょ。頑張れ。しっかり押せ。はい、しんのすけ頑張れ。あれ、ここは涼しいぞ。何休んでんだよ、押せよ。もう少しだぞ。やった。だが問題はここからだ。え、坂道は下りの方がきついのだ。確かに。え、お前また。冷え冷え楽ちん。小僧降りろ。よかった、氷は無事だ。あ、でもタイヤが。何？ここでパンクだと？ん？2時25分、あと35分か。3時に何かあるんですか？話せば長い話だ。じゃあ別にいいぞ。俺はこの50年間。話すの？毎年今日のこの日に天然氷のかき氷を作り続けてきた。最初に作ったのは16の夏だった。
毎度。すみません、水を一ついただけますか？水ですか？水ですね、お客さん。だって氷の味が一番よくわかるから。それがミツコさんとの出会いだった。お待ちと。おいしい。普通のかき氷と違う。なんで？天然氷だから。え？その氷、俺が奥春日部の山奥から切り出してきた天然氷なんす。天然氷？あ、本当美味しいわ。その時の彼女の笑顔はまるで水のかき氷のように透明だった。水って何？なんだ知らんのか。水というのは砂糖水をかけたかき氷のことだ。ごちそうさまでした。それじゃ。あの失礼ですが、お名前は？甘いみつこと申します。甘いみつ。来年もまた天然氷のかき氷やります。よかったら食べに来てください。はい。そうして彼女は次の夏から毎年同じ日の午後3時に店にやってくるようになった。注文するのはいつも同じ一杯の水。俺は天然氷を削り続けた。年に一度彼女のために。それ以上何も望むものはなかった。だが俺の心の中では愛という名のかき氷が少しずつ積み重なり、50年経った今ついに溢れてしまったのだ。今日俺はミツコさんにこの溢れる思いを伝えるのだ。今さら？遅くない？昨年49年目にしてミツコさんが独身だということが分かったのだ。順調なんですね。それはいいけど天然氷溶けてるぞ。うわー、こうしちゃおられ急ぎ。揺れたらまずいんじゃ。そうだった、慌てず急いで慎重に行くぞ。間に合った。でも氷は？ん？うわ、小さくなってる。いや、これだけあればミツコさんと君らの分ギリギリ3杯は削れるぞ。準備完了だ。あ、ん？来たよ、あの人でしょ。こんにちは、ケズルさん。ミツコさん、綺麗なおばあさんだぞ。今年もいただきますわ、天然氷の。はい、ですが今年のかき氷はいつものとは違います。え？ミツコさん、私はこの50年間ずっとあなたが好きでした。ケズルさん。ミツコさん、もしも俺の気持ちに応えてくれるなら、このメロンのシロップを、ダメならイチゴのシロップを選んでください。お願いします。ミツコさんは水が好きだったんじゃ。え？それじゃあ OK なら金のスプーン、ダメなら銀のスプーンで食べてください。お願いします。あのケズルさん、ぜひ食べてあげたいんですけど、その、ん？溶けた。おじさんの話が長いから。それじゃお返事はまた来年。ごきげんよう。ミツコさん。ま、50年待てたんだし、あと1年くらいね。かき氷といえば、今ならテレ朝夏祭りサマーステーションで5種類のかき氷しんちゃん5が食べられる。来れば。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。夏だ、プールだ、心臓だ、新ちゃんだ。あのね、世
海水泳今ロシアでやってんの、日本選手頑張ってるのよ。メインキャスター応援してるよ。おお、修造先生告知も全力。この後オラとひまわりのプール教室も応援してくれるんだよね。もちろんアニメどんな場所だって行くよ。そして2人でコラボしよう、うん、ウルトラ熱い夏、熱血修造先生とプールだぞ。ほらひまちゃん、プールですよ。よかった、喜んでる。無料に釣られてきたけど、赤ちゃんのうちに水に慣れ親しんでおくのもいい教育よね。ついでにダイエットにもいいって言うし無料体験の方、こちらにお集まりください。あの、しんちゃんは？お姉さん、オラのビート板に乗ってラブラブしない？やめんか、おバカ。皆さん、こんにちは。これからベビークラスのコーチを担当します、イケメです。よろしくお願いします。はよ、あら、とってもイケメン。よろしくお願いします。ん、なんか急に蒸し暑い。お待たせ、今日はテニスじゃなくてスイミング。ベビークラスのアシスタントをします修造です。いいね、太陽の光は僕に元気をくれる。ありがとう修造先生には。僕のお手伝いをしてもらいます。イケメン先生、本気で応援しますよ。大丈夫、君ならできる。ありがとうございます。今日は赤ちゃんもお母さんも水遊びを楽しんでくださいね。ベビーたち、水遊びをとことん楽しもう。あの、それ今僕が言いましたから。さあみんなついてこいよ。暑い先生ね。まずは赤ちゃんにお水に慣れてもらいましょう。ゆっくり体をつけたりして遊んでみてください。水に触れて友達になる、そういうことですね。まあそうですね。さあ、お水パシャパシャしようね。あらあら、大丈夫よ。ああ、うまいうまい、いい子だね。どうしたの？ここまで泳いできたの？素晴らしい、あの動き、まさに君は水に選ばれて生まれてきたベビーだ。ウルトラスター。はい、すみません、ひまわり勝手に動いちゃダメよ。ひまわりちゃん、いい名前だ。いいかい、ひまわりちゃん、君は噴水だ。噴水になるんだ。おお、とってもやる気だね。その息だ。ひまわりちゃんは僕が見ていいですか？はいはい、ひまちゃん、いい子ね。泣く子は育つ。奥さん、この子は将来きっと世界を股にかける活躍をしますよ。桃形先生か。もうおバカなことすんじゃないの。君は幼児クラスに戻ろうか。構いませんよ、泳ぎたい時に泳ぎたいところを自由に泳ぐのが一番。そうでしょ、イケメンティーチャー。おお、修造先生、太もも。太もも？そう、大腿四頭筋は下半身のパワーの源、言うなればノリ弁のノリのような役割なんだ。全然わからないんですけど。わからないかい？ノリ弁はノリがなければノリ弁とは言わない。つまり大腿四頭筋がノリというのは、それだけ重要な筋肉だということなんだ。はい、皆さん、次は赤ちゃんと水中で行うゆらゆら体操をします。お母さんたちも一緒にリズミカルに体を動かしましょう。つまりリズムに乗れば水と一つになれる、水と友達以上になれる、そういうことですね、イケメン先生。はあ、友達以上って。ゆらゆら、そうです、リズムに乗って。ひまちゃん、
ゆーらゆーら、だーらだーら、ゴロゴロ、家にいる時の母ちゃん。いいね、しんのすけくん。水に体を預ける、まさに水と一つになった理想の形だ。確かに母ちゃんのお腹はお水みたいだぞ。タープタープ、やめんか。タープ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 。あらあら、どうしたの。どうしたのかな。お水遊びは楽しいよ。はい、まあ、ありがとうございます。今急にどうしたの。よしよしよし。おや、どうしたのかな。どうしたひまわりちゃん。君は水だ。水になれば楽しいぞ。お、取れたてのカツオのように息がいいね。すごい元気だね。あ、驚かせてすみません。よかったわね、ひまちゃん。僕の美しい僕の体に傷が。僕早退します。お薬塗らなきゃ。ひまわりちゃん、さっきのダイブは見事だった。登ってこい。君は太陽だ。君は朝日のようにキラキラしている。輝け、心にいつも金メダル。金メダルなら俺も持ってるぞ。お見せしよう。やめんか、おバカ。その通りだ、しんのすけくん。みんな心に輝く金メダルを持っているんだ。もっと熱くなれ。本気になれば全てが変わる。いいぞみんな、君たちならできる。この国の将来は明るいぞ。すごい。そうそう、カスカベッコはこのくらい熱い湯じゃなきゃ。おけつゆらゆら。おけつゆらゆら、それだ。おけつゆらゆら。しんのすけくん、素晴らしい。この体操は臀部の筋肉を鍛え、さらに水中でのバランス感覚を養うにはぴったりだ。そう。おけつゆらゆら、ゆらゆら、ゆらゆら、ゆらゆら。なんだこれ。でもやったら楽しそう。いいぞみんな。修造先生、そろそろ終了の時間ですが。あ、そうですか。せい。それではベビーたち、今日はここまで。ありがとう、ウルトラスト。何、いなくなったら。急に寒い。